俗豊寺3月明治13年3月は、日本の船大区。独自の調査をもとに、初期の西洋式帆船、箱館丸を建造した。福祉成豊は次男。豊寺の親は、南部川内村の出で、正さに移住。そこで、豊寺が生まれた。出生前に、父が死亡していたために2歳で、船大区続くご老子の養子となり、6歳の時に、養父母と箱館に移住する。 14歳から、大工長の船大工、藤山干八に、弟子入りする。その技量が評価され、18歳で、高田屋造船場の船港として働く。25歳の時、ヤブ続くご老人の三女かなと結婚。30歳で、船港組頭になる。天保元年35歳の時、主人、高田屋金兵衛に従えど、大阪、京都、日光等の名称旧跡を旅行。 神社仏閣の彫刻、情報細工、造船などの技術を学ぶ。ところが、天保四年、高田屋の没落により造船場は閉鎖される。これを機に、船大工を辞め、仏壇士となる。その二十年後の安政元年、ペリー艦隊が函館に来航。この時、次男うの吉と共に、黒船を観察するため磯船で近づくが、監視の役人に発見され投獄される。 しかし、その情熱が、函館奉行リリ・ヒ広シに認められ、異国船応接型重木という身分で、アメリカ艦隊に自由に出入りできる身分を与えられる。翌安政2年には、洋船の様式を取り入れた和洋石中のボートを2隻建造する。この功績により船大工頭取に任ぜられ、函館丸の建造に着手する。安政4年7月に竣工した函館丸は、 西洋式帆船であるスクーナーで浸水式には、函館奉行、堀敏博が出席した。堀は、函館丸に乗って、無事に江戸へ帰ることができ、この校により、安政5年、函館御用船大工藤梁に任命される。続けて、改良型の亀田丸と、イ洋折衷型の豊寺丸も建造した。明治8年、開拓氏が、 西洋型船建造を奨励する方針を打ち出したことから、豊寺は再び西洋型帆船建造に取り組み、明治13年に死去するまでの4年間に大小各種のスクーナー12隻を作った。その苦心団は昭和17年東京歌舞伎座で養成ことはじめとして上演された。豊寺はその功績から北海道開拓神社に祭人として祀られている。 大正13年15位を追造された。函館丸復元船、豊寺の作った函館丸は昭和63年に復元され、函館市大町の西埠頭に展示されている。これは、同年の青函トンネル開通記念博覧会に合わせたものだが、博覧会の後に豊寺の子孫が復元船を買い上げ、函館市に寄贈した。 A.B. 須藤 A.B. 常田 A.B. 箱立て人物氏俗豊よじをよ、養成ことはじめ。独立行政法人日本芸術文化振興会、文化デジタルライブラリー。2014年5月9日閲覧。開拓神社のご祭神。北海道神宮。2014年5月9日閲覧。田尻左辺、増意所見伝造法番上特使増意年表 P53。 日本最初の洋式商用保船、函館丸。函館市公式観光情報はブラ。2014年5月9日閲覧。ありがとうございます。